お願いします。ありがとうございます。モートと言います。フォークプログラミング with Ruby ということで話します。あ、間違った。そもそもフォークって何でしょうか。フォークじゃありませんね。フォークボールでもありません。もちろんフォークスケでもないです。フォークプログラミングって言ったらフォークソングみたいに趣味でこう気軽にプログラミングを楽しもうっていう話です。で、この重要性が最近ちょっと話題になってたので、まあ、詳しくは C 段公開ということです。で、言いたいことはもっと気軽にプログラミングを始めましょうっていうことですね。で、歴史をちょっと振り返ってみると、まあ、ベーシックがあり CGI があり、今は Web アプリケーション全盛期だと思うんですよ。でもですね、こう Web アプリじゃないところにも楽しいことはたくさんあるんじゃないかなと僕はこの場で言いたい。で、なんで Web アプリじゃないんですかっていうと、まあすでに Web アプリってみんなやってるじゃん、みんなと一緒のことやっててもつまんないよねっていう、こう多様性ですよね。あと、なんかクライアントサイドでやってるといろいろユーザーインターフェースの実験とかできて楽しいじゃないですか。そういうのは僕は楽しいと思う。ということで、僕のおすすめはプラグイン作りです。で、なんでプラグインなんですかっていうと、自分で一からすごいアプリケーションを作るよりも簡単じゃないですか。あと、このレモーラっていうの小判ザメなんですけど、小判ザメみたいに親アプリに寄生してできるんで、こう使ってもらいやすい。つまりですね、ハードルは低いっていうことですよ。プログラミングを始めるにはこう大事なことだと思います。でも、そんな言ってもそんな難しいんじゃないのと思うかもしれません。いえいえ、全然違うよと。我々には Ruby があるじゃないですか。ということで、いくつか例を見せたいと思います。まず、サファリとハテナブックマークを連携させてみました。で、これ何かっていうと、サファリ出して、あれ、サファリがいない。サファリがいない。サファリがこうあってですね、こうやると、ハテナブックマーク用のサイドバーができたり、よっ、見えない。こうやって自分がつけたブックマークを一覧で見れたりとか、そういうやつです。で、まあ、コードはこんな感じで、いかにも Ruby ですね。次、クイックシルバーと Twitter っていうのを混ぜてみました。これ何かっていうと、こうやると即座にこれとかこうやって一瞬で先導できるっていう、さっきの藤井さんのやつとハブんですけど、そういうのを作ってます。まあ、コードはこんな感じで、どう見ても Ruby ですね。で、そう言っても Twitter とかって Web アプリじゃんと思うかもしれません。そんなあなたに Cause Composer と Gainer を混ぜてみました。 Gainer ってこれですね、最近よく話題になる。でですね、やってみたかったんですけど、こういうのはあって、これを振ると字がかっこよく動くっていうのをやろうとしてたんですけど、つい5分前動かなくなってしまってですね、すんげえ悲しい思いをしてます。かっこよく動くはずです、想像してください。で、キーノートに戻って、はい、で作ってみました。 Ruby コカ様々のコードになってますね。で、まあそんな Mac だけじゃんと思われるかもしれません。その後には Vim とレフェを混ぜてみました。Vim がこうあって、Ruby のコード編集してるじゃないですか。で、こう、アレイのマニュアルが見たいなと思ったら、あの、今やってるリファレンスマニュアル、刷新計画のマニュアルをこうやって引けたりする。メソッドのマニュアルもちゃんとこうやって引けたりするっていう、ナイスなやつがあります。で、これもさっきの宇治さんと被るんですけど、Vim スクリプトの中から Ruby を読んでいるっていう、どう見ても Ruby ですね。じゃあ、なんで Ruby なんですかっていうと、まあ、いいグルーっていうか、こう、別の世界をつなぐものとしてすごい役立ちます。あと、プラグインの中から自分をリロードしたりして、すげえ簡単にデバッグできるっていうのがあります。で、まあ、簡単にまとめますと、なんか、自分自身が楽しいものを作ろうじゃんかと。で、それが、みんなを楽しくできたらもっと幸せですよねと。で、ブラウザから出てましょうと。で、もちろん Ruby を使ってっていう話でした。ありがとうございます。